あ、怒っちゃった、ほら。おお、お疲れ様です。ムービンです。今回も甘神のゲーム実況やっていきたいと思います。前回のパートは、まあ、あやつじさんがね、すごい、まあ、いじめだね、一種のね、いじめの標的になっているんですけれども、まあ、棚町さんとかね、かおるちゃんとか、まあ、主人公が味方をしてあげるみたいな、そんなパートでした。結構熱かったですね。でもやっぱり、あやつじさん、もともと友達がいないと。実は本当はともともと友達と呼べる友達はいないんだよっていうのが分かった、ちょっと悲しいパートでもありました。今回も引き続きやっていきますが、今できるのがこれしかないのでやっていきます。梅原を誘って学食にでも行こうかな。行きましょう。どんなイベントなんじゃい。腹減ったな。さてと、梅原でも誘って学食に行くか。おい梅原、あれ梅原が見当たらないぞ。ああ、そういえば、今日は珍しく部活の集会に出るとか言ってたっけ？なんか前もそんなこと言ってなかった。結構、あやつじさんルートだと梅原出てますね、部活。しょうがない、一人で行くか。あ、今日は若干空いてるような。久しぶりにゆっくりと昼飯を満喫していくか。さて、どのメニューにしよっかな。結構、能天気な感じだね。こうして昼休みを満喫した。うん、たまには一人でのんびり食べるのも悪くないよな。終わり？終わったが、何の関係がある？これ、ちょっとやっていくと出んのかな？いろいろと。なんだろうね。高橋先生、一緒い。多分クリスマスじゃねえや。誕生日のイベントっすね。なんか、高橋先生のやつも、あやつじさんと関係ねえじゃん、みたいになったんだけどね。俺からしたら。ただいまーん。なんで誰もいないのか。いつもの。ああ、普段はいいけど、今日は誰かにいてほしかったな。誕生日だぞ。悲しい。押し入れにでも入るか。ぬくもりをと、よいしょい。来ましたね。うん、お客さんかな？能天気。まったく誰もいない時に限って、お前がいるじゃねえか。はーい。よっと。ガチャリと。あ。あせさん？遅い。3秒で出てきなさいよ。早速怖いんじゃが。ごめんね。いや、あやつじさん？返事は？あ、うん、ごめん。僕は3秒でへこんだよ。今更だけど、本当に同一人物なのか？表裏激しすぎ。裏辻さん。勢いが強すぎる。素直でよろしい。それじゃあ、ご褒美よ。マジ？え？下げて上げていく。これ好きになっちゃうんじゃないの？誕生日でしょ？なんで知ってるの？でもどうしてそれを？私にかかればそれくらいね。まあ学校の資料とかチラ見すれば生年月日ぐらい書いてあるでしょ。あ、ありがとう。それとこれも。どれ？あ、うん。うん？なんだこれ。この白くてよく伸びる布切れはまさか何？あ、何それ。あやせさん、確かに今日は僕の誕生日だけど、こんなものもらっちゃっても。あ、何言ってるの？何？白くて伸びる布切れって何？それ玄関の横に落ちてたから拾ってあげただけよ。あ、洗濯物が風で飛ばされたんじゃないの？ってことはミヤのパンツってこと？そういえばこの黒猫のプリントは、おお、これはミヤのパンツか。なるほどね。ミヤのじゃないか。アリエン保存しとこ。アリエン保管しとこ。ははは。あやつじさんのパンツもらったと思ったんだね。そうだ。もしかったら上がっていってよ。え？あ。どう？うん。今日は遠慮しておくわ。まあそっか。まあなかなか上がらないよね普通。そんなものを握りしめた人の部屋には入りたくないから。しょうがないじゃん。だって洗濯物飛んだんだもん。しょうがないやん。だってこれは。それじゃあね。ちなみに何もらったんこれ。あのパンツじゃなくてね、パンツ以外何もらったん。そうだ、プレゼント開けてみるか。ガサゴソ。なんすか？何入ってるんですか？本。あ、小説とバースデーカードだ。あやつじさんらしい。何？私の一番好きな物語をあなたに届けます。いいセリフやん。これはかなり嬉しいぞ。 PS、 かなり悲惨なので覚悟して読んでね。マジ？でも好きなんか。まあまあハッピーエンドが全てじゃないよね、そういう物語のね。でもあやつじさんにプレゼントをもらえるなんてな。よし、早速読むとするか。小説とか読める人？俺全然読めないんだけど本。あの文字読んでるとちょっと疲れちゃうんだね。参考書とかいいんだけどね。ねししししお、ミヤ。
プレゼントもらえてよかったね、ニーニー。いやー、プレゼントは嬉しかったんだけど、ちょっと、悪いんだけど、ちょっと、洗濯物飛んじゃってさ、ほら、これ、ちょっと、はい、ちょっと、渡しとくね、はい。気まずい兄弟みたいな、気まずい兄弟みたいな感じになった。はい、というわけで、寝ます。はい。はい、というわけで、朝になりました。できるやつが今日の昼のやつと、この放課後のやつしかないんで、とりあえずこの昼のやつやりたいと思うんで、飛ばしていきます。はーい。はい、昼休みになりました。あやつじさんを誘って学食に行こうっていうストーリーやっていきましょう。一緒に行くんだね。さてと、昼食でも。昼飯か。昼飯でも。そうだ、たまにはあやつじさんを学食に誘ってみようかな。あやつじさんは、あれ見当たんないぞ。クリアしますいいんじゃなくても、まだまだやることがあるんだろうな。しょうがない。一人で行くか。お、今日も若干空いてるような。よし、ゆっくり。昼食、また昼食って呼んじゃった。昼飯を満喫するかな。これ終わり？さて今日はどのメニューにしよう。3点リーダー。終わっちゃう？こうして昼休みを満喫した。お昼ご飯は美味しかったけど、やっぱりあやつじさんと一緒に食べられたらよかったのにな。終わりじゃん。何この質素なやつ。これ意味あんのかこのイベント。何これ。必要性がよくわかんねえんだけど。これがラスト？これがラストっぽい。じゃあというわけで放課後のやつもやっていきましょう。あやつじさんが校庭でリフティングしているぞ。え？パスをもらおう。何このイベント。何それ？何それ？やるけど。やるけど、謎い。ここにもないぞ。あいつ、あ、ここにもいないぞか。ここにもいないぞ。ここにもいないぞだね。あやつじさん、一体どこにいるんだ？まだ教室にカバンがあったから帰ってないとは思うんだけどな。そうなんだ。あと、探してないところというと、リフティングしてんの、ここで。あ、いた、あやつじさんだ。でもどうしてリフティングなんてしてるんだ。しかも結構うまいぞ。よし、パスをもらってみるか。あやつさん、パス。え？あ。終わっちゃった。いい感じだったのに。やべ、邪魔しちゃったよ。ごめん。やべ。はい、パス。で、これバレーボールじゃないか。そうね。バレーボールは蹴っちゃダメだよ。ごめんなさい。実はバレーボールは蹴ってありなんですよね。それで？あ、それで？え？私に用があるんでしょ？探してたって顔してるわよ。ほっとけないんだろうね。ちょっと話したいというか聞きたいことがあって。そう。どうしてあやつじさんはいつも寂しいことばかり言うのかなって。寂しいこと？まあ、ちょっとね、距離感が感じられるよね。友達はいないとか、ずっと一人とかだよ。考えてみても僕には分かんなくて。分からないでしょうね。まあ、脳天気で頭空っぽなんでね。まあ、思春期らしいところではある。あやつじさんのこういう性格は。高校生だからね。あやつじさん。お、抱きついてきた。あ。少しだけ、独り言言うね。出た、カオルちゃんと似たような感じで、返答を求めてないタイプのやつ。女の子のよくある、とりあえず聞いてほしいタイプのやつ、聞きましょう。私にはね、自分がないの。目標を追いかけることが今のすべて。言うなれば、そのためだけに生きてるってこと。今さら、それ以外の生き方なんてできない。最初から、自分の世界を持つことを許されてないから、過剰なエリート意識を持つ父、一つのものの見方しかできない母と何も知らない姉。そんな居場所しか私にはなかった。大嫌いな家族に囲まれて毎日を過ごすの。だからかな。小学生になる頃には、もう今の私になっていたわ。早く社会に出て、自分の居場所を獲得したい。社会というものに自分を認めてほしいって。面白いでしょ？面白くはない。面白いか面白くないかって言われたらそういうわけではないけど、多分そういう悩みを持つ人は世の中にたくさんいると思うから、俺と多分ムビとは
真面目に君を受け止めるっていう意識がある。親に認めてもらえなかった子供が社会に認めてもらえるのよ。辛いな。だからそれまでは私は誰にも負けられないの。何が負けなんだろうね。でも利用できるものはするし、邪魔になりそうなものは事前に手の内に丸め込む。あ、そうそう、ここのポイントは排除しないってことね。大事ですね。でも敵は作らないのが私流よ。まあ、作りましたけどね。作りましたけどね、君ね。全ては自分のためにね。私覚えてますけどね。うん、敵作ったの。そんなあやつじさん、あやつじ、そっか。え、何あれ。だったらどういうこと。待って待って待って、やっぱ親が何再婚とかしてる感じなの。変な見方しか、まあ、その、すごいエリートな父親と、偏った見方しかできない母親と、何も知らん能天気な姉。この人にとってはきついんだろうね。私は誰？え？何？どうした？いきなり。あ、あやつじさん！今のなんだ？何かおかしかった。とりあえず追いかけないと。行け、佐々木。やばすぎる。家族のせいで自分がないなんて。あれだけ完璧なあやつじさんが全部努力で作り上げたものだったなんて。そんなの絶対違うと思う。それを言葉にして伝えてやるんや。あやつじさん待って。さっき様子が。大丈夫。少し不安定になっただけ。いろんな人をさ、演じすぎて、相手に対して、いろんな自分を演じすぎて、もう自分が何なんだかわけわかんなくなってんじゃない？あなたのせいでね。ああ、僕の？ええ。あなたがいると、私の本当の目標が何かわからなくなるのよ。結構外っ面を固めまくっているけど、その佐々木のせいでそれがどんどん崩れてってるんだよね。崩してもその外っ面を崩しても受け入れてもらえる人だから、佐々木が。だそれがね、多分この人に強く突き刺さってるんだと思います。はい。追いかけてきてくれたのは嬉しいけど、今日はもうごめんね。辛いな。うん。いやー、追いかけられないな、これは。ちょっと、あやつじさん。増えた。重要なイベントだった、やはり。やっと家族のあれが分かりましたね。父親とかが完璧求めすぎていたり、母親がどういうことかあんまよく分かんなかったけど、偏った見方しかできないってことは、なんか、自分のこれが正しいと勝手に思い込んで、なんか子供に指示しちゃうみたいな。母親ってことかな。辛いね、そういうね。で、その中で、なんか、ポワポワしてて、なんか、別に、へぇ、あ、そうなんだ、へぇ、みたいな感じで思う、あれっていう、イライラするんでしょうね、その。間で一番その父親や母親が言ってることを理解できるからこそ、ほえーってしてる、その、姉がうざいんでしょうね。そういうのはわかります。はい。さあ、そろそろ帰るか。はい。というわけで、翌日の朝になりましたが、出てきたのが、このびっくり、昼休みにしかできないこれとか、会話も出てきましたね。会話、これ今日しかできないのか。これも二つともそうだけど。で、これがこれ91か。91で別にどのタイミングでも良いと。別に新しいものは出ない感じ。重要なのは、この多分どっちかだね。このどっちかが多分重要で、これが昼休み。あ、双方昼休みか。むずいね。どっちやろうかって感じのところは正直ありますが、とりあえずは、これやっていいかな。92にこの会話をやりましょう。とりあえず91はこれやりますね。この右側のやつ。あやつじさんとお昼を食べたい。そうだ。昼食の約束をしておこう。新しい。約束をして、ちゃんとご飯の約束を取り付けることで絶対に会うってことね。この間はダメだったけど、やっぱりあやつじさんと一緒にご飯食べたいな。あ、そうだ。前もってあやつじさんと約束しておけばいいだけじゃないか。そうと決まれば、早速、あやつじさんに、いない。はぁ、いつも忙しいみたいだし仕方ないのかな。いや、ダメだ。こんなことで諦めてどうするんだ。よし、何としても探し出して約束をするんだ。めっちゃ、愚直で、いいっすね。こういうアホな感じだけど、まっすぐな主人公好きです。ここにはいないな。うん。ここにもいない。とすると、どこだ？その答えは、プール。ここもダメか。どこ？どこにもいないぞ。どうしたの？お、
来ました？あ、あずさん、なっちゃった。あ、もうこんな時間なのね。教室に戻りましょうか。え、あ、そうだね。探しただけで終わっちゃった。結局、あやつゆさんとお昼ご飯を食べる約束はできなかった。やっぱりあやつゆさんって忙しいんだな。ご飯誘うのは迷惑になりそうだな。このイベントいる？終わっちゃったよ、とうとう。ここの3連続いるんかな？いるんかな？わかんなかったけど、俺には。というわけで、このタイミング会話するしかないんでしましょう。うん、どうせ消えちゃうしね、今日。いいと思います。埋めていきましょう。ゲージも増えたしね、2個分。というわけで、早速やっていきたいんですけど、ロウね。ロウ食べ物より左。娯楽か、勉強か、世間話。運動は今までもあんま出てこなかったから、ないと見て、世間話確定かな。世間話確定感が個人的にはありますね。娯楽も多いんだよな、この子。どうしよっかな。勉強、娯楽。娯楽、どう？おし、オッケー。もう一つは、世間話かな、多分。ね、あやつじさんってあんまり遊んでるように見えないんだけど。そんなことないわよ。うん。遊んでるってなんかそういうあれじゃなくて、ちゃんと、その、娯楽だから今回投げてるのが、要はゲームしたりとか本読んだりってことね。そうなんだ。ただ同年代の子たちと比べると、そうでもないってだけ。まあそっか。ちょっと大人びてるよね、やっぱりね。でもいいわよ、別に。そうなの？これからは誰かが連れてってくれるもの。お、佐々木かな、それは。そうですか。そうなのです。でも付き合ってないの？え、付き合ってないの、これ。付き合ってるよね、どう考えても。おかしいんだよな。切れそうなんですが、私。はい。というわけで、食べ物ダメだったんで、どうすっかな。おしゃれとか、おしゃれや娯楽投げたいですね。おしゃれ。どうすかね。おし、おしゃれ。ありがとうございます。埋まりましたね、これで。はあ、冬は髪が痛むから嫌なのよね。な、そうなん？あんまり気にしたことないっすね。乾燥しやすい時期だからパサついたり枝毛が増えたりするの。ああ、そうなんだ。それ大変だね。またそんな人ごとみたいに。まあ一応人ごとじゃん。あなたが気づいてないだけで男の子だって一緒なのよ。ああ、そっかそっかそっか、そうね。ああ、そうっすね。そうなんだ。あなたも少しは髪に気を使ってあげたら？結構ボサボサなのかな。でも結構まとまってる感じがあったけどね。画像とか見る限り出てくる時の。結構なんだろう、跳ねてる感じの主人公じゃないよね、この子ね。じゃあ3ターン目。3ターン目は、どうしようかな。またおしゃれとか投げます。な、中心側から攻めます。とりあえず投げてみましょう。ダメか。くっそ。まあ、埋まってっからいいんだけどね。ゲージは今パンパンだから、あと 2か3ぐらいゲージが存在するの。あと2かな。2多分あんだよね、ゲージが。ゲージがまだ取得できてないから、まあ、無理にやる必要はないっちゃないね。で、4ターン目ですね。4ターン目。食べ物、あ、これエッチか。これエッチ確定じゃない？多分1個。食べ物の左が何か気になるところはあるけど。今、エッチ入れちゃうか。でも、エッチ強制しないと思うけど、下がる可能性があるから、エッチ。一応、エッチ入れちゃいましょう。あ、ね。そうだね。エッチと行動だよね、やっぱり。ちょっと変な話なんだけど、あやつじさんで初めてのエッチですね。ん？あやつじさんは体で触られると弱いところってあったりする？くすぐったいとかさ、私首が苦手みたい、そういうことでしょ。わかってると思うけど、答えないわよ。なんでそんな怒ってんの？あ、うん。まったく、何を言い出すかと思えば。ごめんなさい。ははは、ごめん。あ、でも上がるんだ。なんやかんや。上がるんすね。上がるんだ。ふーんって感じですけど、私としては。じゃあどうしようかな。最後のところって入れてもあんまり意味ないな。下がらんようにしたいなぐらいか。食べ物また中間あたりから入れてみる、とりあえず。食べ物。お、あと右しかないじゃん。だ、おしゃれ、残りおしゃれ、恋愛、エッチ、行動か。だいぶ狭まりましたね。料理が上手な女の子っていいよね。で、よく男の子は言いますが、実際のところ、そんなに魅力的？すごいナレーションみたいな言い方でしたね。で、よく男性は言いますが、みたいな。すごいナレーションっぽく読んだね。実際のところそんなに魅力的かどうか。私は魅力的と感じますね。うん、僕はそう思うけど。
へえ、なんか興味なさそうっすね。もしかして何か企んでない？いえいえ何も。お、男子からの評価を上げるにはやはり料理かっていう風にね、気づいてしまいましたか。これはまたこの人の顔が一つ増えてしまうな。そろそろ授業の時間ね。そうっすね。うん、私としてはもう少しあなたとお話ししてもいいんだけど。私も喋りたいよ。でも時間じゃ仕方ないか。そういうこと。それじゃあまた。ええ、またね。またね。まあそんなこんなで終わりましたけど、昼があれだっけな。昼これか。おっと、 Q3 だった。焦った。強制かと思った。ビビりますね。 Q3 なんすか。あー、はいはいはい、これっすね。はい、トイレも済ませてすっきりしたし、教室に戻ろうかな。うわ、なんだ。誰だ。はい、あやつじさん。誰だろう。あやつじさんでしょ。あやつじさんでしょ。大外れです。なんで。え、だって違います。合ってる、絶対合ってるもん。ぎゅー、痛い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 。目がえぐれる。あー、あいつさんダメだって。目が、僕の目が。だって当てられるなんて悔しいじゃない。だからって目はつぶさないでよ。そんな冗談よ。あー、目が。本当は正解でした。わかってますよ。うん、でもどうしてわかったの。なんだろうね、どうしてって僕、綾瀬さんの声は間違えないよ。うん、そうな。あ、飛ばしちゃった、ごめんね。うん、これだけは自信あるよ。眼球がもう痛くてちょっと前が見れない。うん、強烈な印象として残ってるからね。そっか。嬉しそう。あれ、どうかした。ううん、なんでもない。それじゃね。まあ女の子嬉しいよね。間違えないよみたいな。君のこと絶対間違えないよって嬉しいよね、多分。誰だなんて、あやつじさんも結構可愛いところがあるんだな。あは。ま、目をえぐられた代償はありましたね。とうとう6人目全員の誰だ聞いちゃいましたね。まあ、奈良崎は間違えたんですけどね、私。はい、というわけで、昼はね、両方あるんですけど、どっちがいいんだろうね。あ、これやると会話できなくなるな。先にやっといて正解だね。あ、いや、絶対右か。今日しかないから右ですね。今日しかないから右しかやる必要ないですね。この左のやつって先生のやつの続きか。この先生の手帳拾うやつの続きだね、これ。じゃあ右が先っすね。僕はやっぱりあやつじさんを放っておけないよ。お、男っすね。はい、今回はこれ見たら終わりですかね。終わりですかね。噛みました。すいません。でもあれからよく考えたけど、やっぱり、僕はやっぱりあやつじさんを。よし、声かけてみるか。見ましょう。あやつじさん。うん。いくら顔があったってね、佐々木はお前のことが好きだと。ん、逆か。ん、佐々木はあやつじさんのことが好きだと。そういえばこの間のことなんだけど、あれ？ん、どうしたの？あやつじさんなんだか具合悪そうだね。そうかな。え、わかんない。え、プレイヤーの私にはわかんない。ちょっと眉がクッてなってるけど、具合悪そう。マジ？もしかして。うん。あんまり寝てないかな。なんで？え、大丈夫？うん。これくらいならね。そうなんだ。もしかしてそれも目標のためなの？そうよ。そんな勉強してんの？そっか、でもそれで本当にいいの？え？そんなこと言う？本人も頑張ってんのにそういうこと言っちゃう？僕にはなんだか辛そうに見えるよ。その目標を全てクリアすることよりも大切なことってあるんじゃないの？っていうのが佐々木の言い分だね。余計なお世話かもしれないけど、きっとそのままじゃ良くないよ。あ、怒っちゃった、ほら。おお。今、何を言ったのか分かってんの？うお、勢いやばいね。後ろの女の子見てますね。パーンってやったんだろうね。まあ、そうね。あやつじさんがこんだけ努力してるのに、それを否定することでもあるからね、今の発言は。え？私にはこれが全てなの。否定するようなことは言わないで。やばい。僕はそんなつもりじゃん。つもりがあろうがなかろうが関係ないわ。ニュアンスの問題だよね。本人にそのつもりがなくても、相手にどう刺さるかなんて相手次第だからね。自分が言った意味を噛み砕いて理解して。うん。辛かろうがなんだろうが、私はそれだけを頑張ってきたの。誰に何を言われてもいい。でも、あなたにだけは言われたくない。ああ。佐々木には言われたくないっていうのがね、またね。一番自分を理解してる人だからね。佐々木が多分。違う。僕はそんなつもりで。あやつじさん。
なあ、お前何言ったんだ？上原に見られた。なんでもないよ。最近彼女なんだかピリピリしてるよな。まあわかるんでしょうね、周りの人も。さすがにそうかな。ああ話しかけるのはいいけどさ、もう少し言葉を選んでやれよ。そうな、そうだよな。なあ梅原、ん？梅原はどうしてあやついさんに話しかけないんだ？おお、なるほど。なんで話しかけないか。バカだな、俺の出番じゃないだろう。確かに。え？俺よりお前違うのか。まあ一番ね、よく話してたってのは梅原もよく見てるんでしょう。なこの前あの梅原があやつじさんと一緒にみたいなことを佐々木が喋ったタイミングで、え、お前あやつじさんと仲いいのかみたいなことを梅原言ってなかったから、多分物語にそんな梅原出てきてないけど、梅原は多分主人公がそれなりにあやつじさんと会話してることは分かってるんだと思うんでね。うん、バックでは分かってると思うんでね、裏設定ではね。それじゃな、頑張れよ。背中押してくれる親友、さすがすぎるぜ。いいことよ。やっぱ上原なんだよな。困ったら上原、はっきり分かんだね。そうだよな、もう少しあやつじさんのことを考えるべきだったんだ。やっぱり謝らないといけないよな。いけないよな、やっぱ自分がなんで怒られたか分かった上で謝ってね。そう、お、強制イベント、待って、私、これ、終わろうと思ったんですけど、ちょっと、じゃあ、実況区切ります。すいません。次回に続くんで、あの、強制なんですけど、一旦ここで区切ります。すいません、ご視聴ありがとうございました。次回は、強制イベントです。よろしくお願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイバイ。